なぜ私はこのようなことを。苦しいよ、生命。体が勝手に止まれ、止まってくれ。どうして。これが断り、都を守るために必要なことだからだ。違う、こんなことが断りであるはずが。神楽、生命さん、生命さん。ヤオビクに。そうだ、私はカグラを。カグラさんがいかがしました？ん？カグラ、よかった。大丈夫ですか？すごい朝です。うなされていたようですけど。夢を見ていた。夢？あ、無理におっしゃらなくても。いや、気になることがある。みんなに話しておこう。私は夢の中でカグラを手にかけてしまった。私を？どういうこと？なぜかはわからない。止めようとしても体が勝手に。夢の中ですが、時に夢は心の中を映し出す鏡とも言います。もしかすると生命さんの失われた記憶と何か関係があるのかもしれません。もし私が夢のようにカグラを殺すことを心のどこかで望んでいたとした。ねえ、生命。生命は私のこと嫌い？カグラ、嫌いなわけないだろう。じゃあ大丈夫だよ。生命は優しいもの。そうですよ。それに生命さんにはまず私を殺めていただきませんと。ありがとう、カグラ、ヤオビクに。なんです？これ、モミジ？何者だ？生命様にお伝え事があって参りました。お前は？モミジ様の使いにございます。モミジ？主天道士が言っていた私を知っているという女か。我が主は楓林にて生命様をお待ちです。ご同行願えますか？いいだろう、案内してくれ。生命様、何の準備もなく向かうなど危険ですよ。案ずるな、この茨城道士も行こう。茨城道士？お前はまだいたのか。山へ帰ったと思っていたのだが。友が心配だからな。もうしばらくは滞在する。我が友を骨抜きにした女。恨み、決して忘れぬぞ。確かめてやろう。勝手はするなよ。では、もみじの待つ楓林へ行こう。もみじとやらの姿が見えないようだ。何分主はテレアでして、生命様がご自身でお探しになってくださいませ。ほっ、消えた。呼んでおいたそりゃないですよ。仕方ないですね。そのもみじ様とやらを探すことにしましょう。生命。どうした？何があっても生命は生命だから。あの時私を助けてくれた。私は私だし、カグラもカグラだ。心配するな。うん。機嫌が悪そうじゃないか。わかるか。そう、殺気がむき出しになっていればな。モミジという女の首を締め上げたくてうずうずして忘れぬぞ。面倒なことにならないといいけど。生命様、生命様。なんだか
生臭い肉の匂いがしますよ。生臭いか。この楓林には似つかわしくないが。何でしょう。琥珀はとっても嫌な予感がします。露骨に怪しいですね。骨だけに。何かの手がかりになるといいんだが。生命様、少し突っ込んでくださいよ。そうだな。見てみるとするか。じゅう、生命様の意地悪。カグラ、話せるか。こっちの声は聞こえないみたい。ただ、誰かを強く恨んでる、あの女が憎いって。あの女？もみじとやらか。そこまではわからない。でも、誰かに食べられたのが、悲しくて憎らしいって言ってる。気をつけて、霊がこっちに敵意を向けてる。火の粉は振り払わねばな。私と共に戦ってくれ。飛べ、私の小鳥たち。強敵よ。火の玉へ。よい。ロッコン少女。飛べ、私の小鳥たち。五行結界陣。飛べ、私の小鳥たちよ。飛べ、私の小鳥たちよ。飛べ、私の小鳥たちよ。十二体。飛べ、私の小鳥たちよ。行け、強敵よ。安らかに眠ってくれるといいのだが、何者かの念が込められている。私を呼んでいるのか。いや、したばっかり。どう、姿を現したみたいだな。生命。お前がモミジだ。生命。おい、モミジ様はテレアと聞いてましたが、そうは見えませんね。生命、ずっとずっとずっとあなたが会いに来てくれるのを待ってた。私、綺麗になった？生命にふさわしい女になった？あなたの火付けを守っていたわ。だから会いに来てくれたのよね。さあ、褒めて褒めて、私を美しいと言って抱きしめてくださいな。待ってくれ。私はお前を知らん。覚えている限りだがな。そんな、忘れてしまったというの？私を助けてくれた、あの時のことも。助けた？あれからずっと、あなたを慕っていたというのに。過去に、私がお前を助けたことがあるのか？忘れているふりをしているのでしょ？あなたは奥ゆかしい人だもの。だから私は、生命の心を開くために、あなたの言いつけを守っていたの。ほら、あそこに骨があるでしょ？私、ちゃんと食べたのよ。この鬼、人を。私に命じられて、だと。ええ、食べればすごく綺麗になれるって。そんな私を、生命は愛してくれるって。嫌な匂いも、肉の感触も、我慢して。なるほど。この森の人間はお前が全部食ったというわけか。やめろ。もし、記憶を失う前の私が、モミジと出会っていて、人を食えと命じていたのなら、私は取り返しのつかないこと。落ち着いて、生命。生命は
優しい人、そんなことするはずがない。なーに、あなた勝手に私の生命を語らないで。何も何も知らないくせに。さあ生命、綺麗になった私を褒めて、そしてたくさんたくさん愛してちょうだいな。私は、どうして私を拒絶するの？そうか、私がまだ弱いと思っているのね。わかった。強くなったって教えてあげる。何をするつもりだ？本当はこんな姿、さらしたくないけれど、あなたは受け入れてくれるわよね。だって、私のすべてを愛すると言ってくれたでしょう。くらった命を糧にして力を得たのか。そこにいる者たちをくらったら、今度こそ私を抱きしめてね、生命。生命。そこの女なんてすごく美味しそう。体を真っ二つに裂いて食らってあげる。この者、どうやら悪気とかしているようだ。私がもみじをあのような姿にさせてしまったというのか。生命、うろたえるのは君の勝手だが、このままだと君の仲間もあれに食われることになるぞ。力を行してよ、救急如立よ。ごめん、私のことたちを。待って、この少女。飛べ、私の小鳥たちを。強敵よ、眼中個人。飛べ、私の小鳥たちよ。くそ、私の小鳥たちよ。飛べ、私の小鳥たちよ。飛べ、私の小鳥たちよ。飛べ、私の小鳥たちよ。強敵よ、鬱陶しいな。さすが生命、私なんかじゃかなわないわね。でも私だって強くなったでしょ。黙れ女、友を惑わせたお前などここで締め殺してくれる。待て、茨城同士四天王。これで分かっただろう、生命、貴様の行いが。この女を殺させるわけにはいかん。どうしてもというなら俺様を倒してからにしろ。私と戦ってくれるのだな。うぬぼれるな。俺様は見届けに来ただけだ。そして理解した。もみじを狂わせた。それだけは許すことができる。うるさい、酒臭い鬼のくせに生命を侮辱するな。お前なんか大嫌いだ。消えろ、消えろ。四天童子よ、私を憎む理由はよくわかった。だが私は記憶を失っている。このままでは何もわからぬまま殺されるだけだ。お前はそれで満足か？知っていることがあるなら教えてくれないか？貴様ごときに語ることなどない。俺様の心まで汚れる。知りたければもみじの従者にでも聞くことだ。奴は全てを見ていたというからな。貴様が全てを知った後、絶望に震える顔の皮を剥いでやろう。生命様、琥珀は
何があってもどこまでもお供しますからね。ありがとう、琥珀。それにしてもモミジ様の従者とやらはどこへ消えてしまったんでしょうね。モミジ、お前の従者は。私なら平気よ。あなたが思い出すまで待ってるから。ずっと待ち続けてきたんだもの。なんてことないわ。どう？いい女になったでしょ？会話にならんな。今すぐ死にたいのか？俺様はそれでも構わんぞ。あの、生命。何も言わなくていい。今は手がかりを探そう。さっきのあの骨、あの骨の近くから力を感じる。そうか。ありがとう、神楽。モミジの従者だな。聞きたいことがある。存じております。ですが、よろしいのですか？真実は時に残酷でございます。それでもお知りになりたいですか？教えてくれ。知ることができなければ、後悔もまたできないだろう。わかりました。ならば私めの術にてお見せしましょう。その残酷なる真実を。無事か？ええ、ありがとう、優しい人間の殿方。でも、私など放っておいてくださってよかったのに。なぜ？妖力がつき、この体はもうすぐ朽ちるわ。だから、私が醜い姿を晒してしまう前に、去ってもらえないかしら。わかった。だが、お前がどのような姿になろうと、私は醜いとは思わないだろう。己を恥じる、その美しい心がある限り。己を恥じる、美しい心。では私は去る。この近くに潜む怪異を追わねばならないのだ。待って！あなたのお名前は？安倍の生命。お前は？もみじ。この楓林によく似合う美しい名だ。また会える？約束はできん。いつか再びここへ来ることがあるならば。では。生命、よかった。朽ちてしまう前にまた会えた。どうして私を避けるの？あなたはこの心を美しいと言ってくれたのに。お願い、生命、答えて。あなたの言葉が体に伝わってくる。そっか、食べればいいのね。食べたら美しさを保てる。そうしたら私を愛してくれる。嬉しい、生命。食べたよ、生命。私食べたよ。髪も肌もこんなに艶やかになったわ。以上が私の知るすべてです。ええ、姿を変えても我ら鬼にはわかります。もみじ様を助けたのも、角を貸したのも、どちらも同じ生命様にございます。生命、思い出してくれた？違う、もみじをそそのかしたのは生命に似てるけど、生命じゃない。オオカリンの時と同じ、生命の姿に似た誰かが。いいえ。あれは間違いなく私が愛する人。紛れもなく、同じ気の根源を感じる。
もう、もみじを散らさなくてもいいのよ。どういうことなのだ。あれもまた、私だということなのか。なくした記憶、そこに、一体何が。これではっきりと理解できただろう。もはや申し開きはないな。さあ、冥界へ落ちる覚悟を決めろ。わかった。生命様、生命。霊爆、清めたまえ。救急如立。ああ、生命、やっと私を捕まえてくれるのね。てめえ、もみじに何を。これ以上、この鬼に人を殺めさせるわけにはいかない。このものは私が預かろう。四天童子、真実は必ず暴いてみせる。少しだけ、時間をくれないか。ほう、そうきたか。時間だと？もしそれで、本当に全てが私の仕業だというのであれば、その時は潔く、この命をお前に差し出そう。この安倍の生命、陰陽五行の断りに誓ってな。それで俺様が納得すると思ったか？思わないな。ならばこそ、お前たち鬼の流儀に従うだけだ。鬼の流儀だ？言うことを聞かない奴は力で従わせる。それが、常識なのだろ？はははははは。確かに。前にそう言ったな。面白え。ならば今度こそ遠慮せずに行かせてもらうぜ。友よ、ならば私も力を貸すぞ。生命よ、貴様の本気とやらを見せてみろ。すさまじい気ですよ、生命様。こんなのに勝てるの。やるしかあるまい。払いたまえ、清めたまえ、救急如立。さあ、私と共に戦ってくれ。ダメ、私の踊りたち。よい、ギアロック少女。マッチョーボー。ロッキン少女。ダメ、私の踊りたち。行け、強敵よ。撤回陣、乱暴な手の小鳥たちよ。10体目飛べ、私の小鳥たちよ。ギアラズ教授、飛べ、私の小鳥たちよ。行け、強敵よ。やるじゃねえか。まさか人間にここまで骨のある奴がいるとはな。四天童子。どうやら酒が切れたようだ。行くぞ、茨城童子。少し付き合え。友よ。もちろんだ、友。いいか。俺様が酒を飲んでいる間だけだ。それだけは待ってやる。もし真実とやらがあるのなら、それまでに見つけてみせろ。時間をもらったということでしょうか。そう捉えて問題ないだろう。ほんのわずかだろうがな。でも、生命、本当にあなたが二人いるの？わからない。だが、
もしそうだとするのなら、もう一人存在する私。そこに、この失った記憶の手がかりがあるのは間違いないだろう。